とう。頑張ろうね。やられた。わあ、ありがとう。弾の補充を忘れてない？行くわよ。手強かったね。怪我はない？頼りにしてるわよ、頼りにしてるわよ。視界を倒したぞ、視界を倒したぞ。厳しかった。やられたのかい。よし、お疲れ。さあどんどん行きましょう。イベント大会の参加登録が混んでて参っちゃった。ちゃんとログインできたみたいね。待った？幼馴染とはいえアバターだから外見違うのによく分かったわね。ここでの名前はクレハよ。よろしくね。もちろん私もすぐに分かったわよ。あんたの雰囲気昔と全く変わらないんだもの。どんな雰囲気かって？人付き合いがめんどくさいとか言っている割にはお人よしな感じかな。突然呼び出したのに初めての VRMMO に来てくれるレベルの。だからありがとね。さあ行くわよ、大会が始まるわ。そういえば GGO どころか VRMMO は初めてなんでしょ？私がいろいろと教えてあげるね。数年前に完全な仮想現実が実現したのは知ってるわよね。一人の若き天才茅場明彦が生み出した夢の新世代ゲームハード、ナーブギア。そして VRMMO 仮想大規模オンラインゲームソードアートオンライン、略して SAO。 多くのゲーマーは SAO をやりたがっていたけど、あんたは MMORPG には興味なかった。でもそれは正解だったと思う。正式サービス開始日に茅場明 HP がゼロになればプレイヤーの命が奪われるデスゲームを始めたのだから。プレイヤーたちは協力して全100層からなるアインクラッドを攻略し現実世界に帰還したけど、犠牲者の数も数千人と聞いているわ。 SAO 事件の影響は大きかったけど、
VR ゲームの火が消えることはなかった。安全性を確保されたナーブギアの後継機アミュスフィアのおかげね。妖精たちが空を舞う ALO アルブヘイムオンライン、 SAO サーバーを元に立ち上がった新たなゲーム、ソードアートオリジン、通称オリジン。そして何者かによって VRMMO 開発支援パッケージザ・シードが無償配布されたのをきっかけに、さらにたくさんの VR ゲームが生まれているわ。ここガンゲイルオンライン GGO もその一つよ。簡単に言えば銃の世界ね。かなり強いプレイヤーが集まっているわ。ゲームコイン現実還元システムを採用しているから、プロとして稼いでいる人たちがいるの。難易度は結構高い方よ。まああまり堅苦しく考えなくていいから。今 GGO は大型アップデートが実施されて大盛り上がりなの。あんたに付き合ってほしいのはそのイベント大会。すっごいレアアイテムがフィールドに隠されているんだって。そういうこと。もちろんお礼はちゃんとするわよ。プライスレスな方向で。それに初心者でもあんたならいい線いくんじゃない？あんたのゲームセンスは信用できるわ。頑張って私のためにお宝ゲットしてね。期待しているわ。いつきさんだ。あの人も大会に参加するのかな。そんな不思議そうな顔しないでよ。あそこにいる人、もうどこに注目してんのよ。まあ確かにかっこいいし、ファンの子も結構いるみたいだけど、あの人は GGO トッププレイヤーの一人、いつきさん。彼が率いるスコードロン、アルファルドは強くて有名よ。スコードロンっていわゆるギルドみたいなものね。いや、君たちも大会に参加するの？はい。クレハ君だよね。噂は聞いているよ。あちこちのスコードローンを渡り歩いているんだろう。クレバーな戦況分析が頼りになるって評判いいよね。ありがとうございます。そこの君は初期装備みたいだけど、もしかしてニュービー？私の幼馴染なんです。ゲームはめちゃくちゃうまいけど、 GGO にログインしたのは今日が初めてだから。初日から大会に参加するなんて冒険好きだね。そういうの嫌いじゃないな。はじめまして、僕はイツキ。銃の戦いはレベルやステータスだけが強さではない。面白い戦いを期待しているよ。ではお先に失礼。イツキさんはすごいけど、私だってもう少しでトップ入りの腕前なんだから、そう簡単に負けないわ。準備はいい？ OK ならそこの転送ゲートに入って、大会の会場となるダンジョンに転送されるわ。
一応戦闘の基本を教えておくわね。大丈夫、あんただったらすぐになれるわよ。せっかくだしダッシュやジャンプも試してみて。リアルよりずっと体が軽くてびっくりするから。あ、そうそう、視線に違和感がないか周囲を見渡してみて。もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってるからゆっくり調整してていいわよ。うまいうまい。武器の収納と切り替えは基本中の基本。じゃあ何回か練習してみて。うまいうまい。敵がいるわ。ちょうどいいところにエネミーがいるわね。とりあえず実戦ね。倒してみて。私のおかげに手を貸してちょうだい。よ、ヘイトの分散お願い。やるじゃない。勝ちよ。やるわね。くれた、ありがとう。よ、このボックスはバレットボックス。ここその調子よ。GGO の特徴的なシステムの一つにバレットラインっていうものがあるんだけど、これは実際に見てもらった方がいいかも。エネミーと戦って実際に体験してみて。やるじゃん、私たちの勝ちよ。ま、こんなところね。よっよっ、あら、トレジャーボックスじゃない。トレジャーボックスってトラップ。それじゃ階段を上がって先に進みましょう。トン。パーティーメンバー全員がやられちゃったらゲームオーバーだから、やられる前にやってやるのが基本。あのプレイヤーとは戦闘になりそう。プレイヤーはエネミーと違って強敵だから気をつけてね。あんたの武器だったら走りながら撃つのがおすすめかな。相手の弾が当たりづらくなるから走ることがかなり重要よ。手を貸してちょうだい。気をつけなさいよ。グレネード行くわ。投げるわ。トン。よっ、どうだったかしら。私たちの勝ちよ。いいもの見つけたわね。あの扉、いかにもって感じよね。せっかくだし、開けてみたらどう？買うわよ。よし。ダンジョン内にはいろんなギミックやトラップがあるから、よく注意して行動した方がいいわよ。よっ。私が教えられるのはこれくらいかな。うん。初めてにしてはいい線出ると思うわよ。GGO の基本的な戦闘は大体分かったでしょ。あとは実戦で自分に合ったスタイルを見つけていけばいいわ。さあ、これからはあちこち探索してレアアイテムを手に入れるわよ。あれ、君たちは。隙を見て逃げるわよ。リツキさんの仲間なら相当手だれのはず。こちらが振りすぎるわ。
もしかして逃げる相談をしてる？正しい判断だとは思うけど、背中向けたら撃っちゃうよ。クレハ君はともかく、ニュービーの君は一発で死ぬんじゃないかな。正解と言いたいところだけど、結果が決まっている勝負ほどつまらないものはない。君たちも警戒が足りないよ。どうせなら待ち伏せの一つでも仕掛けてくれればよかったのに。実に退屈極まりない。玉も無駄も避けたいしな。だから見逃すとでも言うんですか？まさか。ここは GGO で今は戦いの時だよ。そうだもん、僕に殺されるのとあっちのエネミーに殺されるの、どっちがいい？この奥に少し面倒くさそうなエネミーが配置されている。もしかしたらトラップが仕掛けられているかもしれない。だけどあれを倒さないと先に進めなさそうなんだ。君たちが突っ込んで様子を見せてくれれば助かるな。もちろん倒してくれたらお礼に見逃してあげるよ。どうする？悔しいけど今の私たちじゃ五木さんには勝てないわ。いいね、冷静な判断だ。分かったわ五木さん、私たちはエネミーと戦います。エネミーを倒した後は。分かってる。僕は嘘はつくけど約束は破らない主義なんだ。よし、これでーよし。なんとか勝てたわね五木さん、これで文句はないでしょ？ああ、約束は守るよ。この先道が二つに分かれているから、まず五木さんたちが先に進んでください。私たちは別の道を選びますから。実は僕くじ運が全くなくてね。この前も無冠の女王にレアアイテムを持っていかれたばかりなんだ。だから君たちが先に選ぶといい。大丈夫、後ろから撃ったりしないから。わかりました、あんたが好きな方を選んでいいわ。レベルが上がったわ。うんうん、やるじゃない。さっきはなんとかうまくいってよかったわ。五木さんは人気者だけど、やっぱり GGO のプレイヤーね。みんな戦闘となると容赦ないから気をつけないと。今回の目的はレアアイテム狙いなんだから、強敵との戦いはなるべく避けるわよ。ほら見て、おっと、大体こういう装置を操作すると何かしら先に進めたりするのよ。こんな風に。
あれ？落ち着いて、ワープゲートよ。すぐに追いかけるから動かないで。プレイヤー認証、マスター登録開始。ユーザー名、登録完了。
私のフォローが遅かったです。大丈夫だはずな。問題ない。マスター銃を下ろして。いつの間に背後を。話を聞いてくれ。俺たちはもう戦うつもりはない。残念だけど間に合わなかったからな。間に合わなかった？何を言っているの？すでにそこのアバシスはマスターと認めたようだし。この子がレアアイテムなあ。正確にはこの前の大型アップデートで実装されたプレイヤーサポート AI アバシスだよ。レアすぎて情報がほとんど出てなくってさ。なあ、この大会がゲットできるチャンスだと思ったんだけどな。残念だったね、キリト君。またコツコツと高難易度エネミーを倒してドロップを狙おうよ。キリト、1ヶ月で GGO トップランカーにのし上がったという貢献使いのあのキリトさん？キリトでいいよ。こっちはアスナ。別のゲームでは先行とかバーサクヒーラーとか。余計なことまで言わないで。悪い悪い、仲間のアスナだ。名前はランキングで何度も見ているわ。こんな有名人まで狙っていたなんて。アバシス、私があなたのマスターよ。私はアファシステムタイプ X A29000。マスター登録はすでに完了しています。この人が私のマスターです。現在メインシステムを 50% まで起動中。しばらくお待ちください。え？そんな！やっぱりな。だから倒しても無駄だと思ったんだ。よくわかったね、キリト君。アファシスがマスターと呼んでいたからさ。それに、いや、ちょっと、なんで勝手にマスター登録しちゃったのよ。あんたのものは私のものでしょ。言い訳
したって無駄なんだから。ああまあ、よし、あんたのものは私のものだから、あんたのアファシスも私のもの、そういうことにしてあげるわ。あんたにもさっき迷惑かけちゃったしね。クレハはマスターの上位者、認識しました。よろしくお願いします。じゃあ俺たちはこれで、まだ時間は残っているし、せっかくだから優勝くらいはしとかないとな。商品も豪華らしいよ、キリト君。ユイちゃんが喜ぶものがあればいいんだけど。私クレハって言います。私絶対にトッププレイヤーになるんで、覚えていてください。それと次会った時は遠慮なく撃ってください。ここは GGO なんですから。ナイスガッツ、クレハ。じゃあどこかのフィールドであったら遠慮なく狙わせてもらうよ。それと君、いい名前だな。一つ聞きたいんだけど、君はなんであの時アファシスをかばったんだい？なるほど、そうだよな。こういうものの理屈なんて後付けにしかならないかもな。うん、君とは気が合いそうだ。また後で会えるといいな。またね、アファシスちゃんも。バイバイ。メインシステム起動。90 100。システムチェック、オールグリーン。起動完了しました。マスター、私の名前を決めてください。変更は可能ですが、変な名前をつけたら爆発します。それは仕様です、マスター。タイプ X はそれぞれ個性がある優れたアンドロイドなのです。それより早く名前をつけてあげたら、これからずっと一緒に連れ歩くんだからね。登録完了。想定よりいいセンスで安心しました、マスター。うん、いい名前じゃない。初めて名前をくれたマスターにはプレゼントをあげます。マスターに向いている武器は、これはアルティメットファイバーガン、長いので UFG と呼んでください。へえ、初めて見る銃ね。光線銃かな。もしかしてかなりレアな武器。倉庫に埋もれていました。経験値ゼロのマスターにはお似合いです。経験値という情報が不足しているため、マスターの将来は予測不可能です。だから、それってまだ実装前の武器ってことじゃない？すごい、レア中のレアだよ。そうです、タイプ X はすごいのです。えへん。では早速 UFG の使い方を教えてあげましょう。UFG が刺さるところは発射前にレティク…ですね、レティクル、つまり
構えた時に出る照準の色でわかります。まずはあの高台まで登ってみるのです。さすがマスターなのです。 UFG を当てると動く仕掛けがあるのです。成功なのです。それとソロを飛んでいるエネミーに UFG を当てるとダッシュさせることができちゃうのです。さすがマスターなのです。ダウンさせたエネミー成功なのです。これで UFG はバッチリですね。マスター、ちょっと人がせっせと上り下りしてたっていうのに、ずいぶん楽しそうにひょいひょいと移動してくれるじゃないの。他の機能のことはどうやら移動のことを考えると正直かなり羨ましいわ。よっマスター、お疲れ様です。これでパーフェクトですね。面白い武器ね。今度私にも貸してよ。タイムアウト。参加者は戦闘を停止してください。以降の戦闘結果はポイントに反映されません。繰り返します。タイムアウト。参加者は戦闘を停止してください。以降の戦闘結果はポイントに反映されません。キリトさんたちは何位だったんだろう。参加者なら順位がメニューから見れたはずなんだけど。すごい！キリトさんたちが優勝だよ！でも、今日の本当の勝者はきっとあんたね。一番のレアアイテムを見つけたんだもの。タイプ X 以上のレアアイテムはありませんよ、多分。なので、さあ、もうすぐ自動的に SBC グロッケに転送されるわ。戻ったら打ち上げよ。いや、クレハ君たちも生き残っていたんだ。あの後どうなったのか心配していたんだよ。僕の方はトラップだらけのルートでさ、仲間たちの HP を削られてしまって困ったよ。どういうことだい？あの分かれ道の先に何かあったのかな？私です。君はプレイヤーではない。まさかこれがアファシス？一部訂正を求めます。アファシスの中でもとてもレアなタイプ X です。まったく、なんで僕が落としたパンはいつもバターを塗った方が下になるんだろう。マスターはクレハ君？ちょっといろいろあって、私が来た時にはマスター登録されちゃってたんです。へえ、じゃあニュービーの君がマスターなのか。その幸運を少し分けてほしいよ。おかえり。ここで待っていれば来ると思ったんだ。よかったら一緒にお疲れ様パーティーをしないかなと思って。仲間たちとちょっとした打ち上げをするんだ。アファシスの話も聞きたいし、どうだろう。あれ、君はさっき戦った？どうも、貢献使いキリトと戦えて光栄だったよ。仲間はあっという間にやられたし、時間切れにならなければ僕も危うかった。君はキリト君の友人なのかい？
なるほど。アファシスを手に入れ、トッププレイヤーに興味を持たれる。君は今日世界一幸運な人だと思うよ。よかったら、いつきも来ないか？残念だけど遠慮するよ。今日は付き合ってくれた仲間におごる約束をしているんだ。君たちはどうかな？マスター、パーティーは初めての経験です。興味があります。行きましょう、今すぐに。もちろん参加するわ。ね！キリト、アスナ、イベント大会優勝おめでとう。パパ、ママ、おめでとうございます。ありがとう。だけど、今日のお祝いは俺とアスナのじゃないんだ。超レアなアファシスを手に入れた幸運なニュービーのお祝いさ。みんな、俺の仲間だ。詳しくは今度紹介するよ。美人さんなんですね、アファシスって。こんなに近くで見たの初めてです。私はクレア、アファシスはこっち。私がアファシスです。皆さんと同じに見えるかもしれませんが、純然たるアンドロイドです。ごめんなさい。はじめまして皆さん、私はアファシステムタイプ X-A29000。 型番では呼びにくいでしょうし、私も舌を噛みそうです。どうぞ好きな名前で呼んでください。できるだけ短いのが好みです。マスターがくれた名前は特別なのです。だからマスター以外の方に使われるのはお断りします。うわー、羨ましい、羨ましすぎるぜ。あんた、俺も欲しい。俺だけの可愛い子ちゃんが。ハッハッハッ、 GGO に来ても変わらんな、クライは。そこでがっつくから嫁が来ないんだぞ。そうだね。ナンバーが00だから、レイちゃんはどう？わかりやすくていいんじゃない？レイちゃん、よろしくね。レイちゃん、承知しました。私にぴったりだと思います。皆さん、よろしくお願いします。サポートアンドロイドとして皆さんをお手伝いさせていただきます。パーティーにお誘いいただけたら、皆さんを全力でサポートしますです。マスターがお留守の時でもどんどん誘ってください。へえ、マスターじゃなくてもパーティー加入でサポートが受けられるのか。ありがたい話だな。俺は俺専用の可愛い子ちゃんを手に入れたら独り占めするぜ。だからお前はそこでがっつくから縁がねえんだって。それじゃあ改めて乾杯しましょう。アファシスゲット、おめでとう。おめでとう。早速噂になっているぜ、ニュービーがアファシスを手に入れたってよ。GGO 最強のリアルラック持ちプレイヤー登場って話だ。情報屋のアルゴさんもニュービーのネタは買うって言ってたよ。みんな欲しがっているから今なら高い値段がつくって。へえ、それはいいことを聞いた。キリト君、友達の情報を売ったらダメだからね。ねえ、アスナの銃撃をかわしたって本当？初心者にできるゲートじゃないと思うんだけど。へえ、君って実はかなりの凄腕なんじゃない？得意な武器は何なの？フォトンソードは使える？ん？その武器って見たことないんだけど、どこで手に入れたの？未実装の武器？アファシスってそんなプレゼント機能があるの？はい、タイプ X だけが有する1回
体だけの特別な機能です。他にもいろんな機能があります。多分 AI にしては随分アバウトな表現ですね。確かにこれは俺も見たことがない。でもそんなことがありえるのか。移動サポート機能、こりゃ GGO の戦術が変わる武器だぞ。あんた俺にこの武器を売らないか。エギル、初心者相手にぼったくったら許さないわよ。そもそも値段がつけられないくらいレアな武器をいくらで買う気よ。そりゃまあ友達価格ってやつで。いやすまん、商人の血が騒いじまってな。まったく。でも本当にあなたはリアルラックが高いんだね。こればかりはどうにもならないしな。うん、ちょっぴり羨ましいです。よく聞くおまじないとかあるんですか？昔から運はいい方よね、あんた。ねえねえ、クレハはスコードロン入ってるの？うん、私は基本ソロ。狩りのために加入することはあるけど、あんまり長いはしないかな。あの、もしよかったらお友達になりませんか？ GGO は女性プレイヤーが少ないから。賛成。私たちグロッケンにホームを借りていて、そこでよく集まっているんだ。みんなでお茶したりおしゃべりしたりしてるから、いつでもおいでよ。歓迎するわ。ありがとう、すごく嬉しい。最近は結構増えたけど、女の子のプレイヤーは少なくて。男の人ばかりのスコードロンも多いみたいですね。そうなの、マスコット扱いされるのも嫌だから、特定のスコードロンには所属しないようにしていたの。クレアの気持ち、私もわかる気がする。能力以外の部分で評価されるのってあまり好きではないわ。うん、私も同じ。何よりちゃんと自分自身の力でトップを目指したいから。しっかり目標を持っているんだね。応援するよ。うん、私も。お手伝いできることがあったら何でも言ってくださいね。みんなありがとう。あのね、ずっと前から女の子プレイヤーの友達が欲しかったんだ。だからこうやってみんなと知り合えただけで十分幸せというか。うわー、もうなんて言ったらいいんだろう。なんか私まであんたのラッキーをもらっちゃったみたい。ありがとうね。今日はとっても楽しかったわ。おい、ちょっと外に行ってみないか。急にパーティーに誘って悪かったかな。想像しくてびっくりしただろ。口が悪いのもいるけど、みんな気のいい連中だし頼りになる。今度君ってさ、ソロタイプだろ？そりゃ昔の俺みたいなフレンドゼロとは違うだろうけど、なんとなく近い雰囲気を感じたんだ。君がアファシスをかばった理由を聞いたとき、妙な親近感が湧いたというか。俺はどちらかというと効率重視タイプだし、普段は理屈で物事を考える方なんだけどさ。それでも考える前に体が動くってあるよな。そういう時の理屈は
後からついてくるんだよ。君もそんなところがあるように見えたんだ。うん、待って、全部俺の勝手な考えだけどね。外れていたらごめん。それならいいけど、ゲーム初日からそんな大切なものに巡り合えるなんて、君は本当にラッキーだな。一つ聞きたいんだけど、いいかな？仮想と現実の差は何だと思う？世間では仮想、VR 空間はまがいものだっていう人もいる。俺はそうは思わない。だって俺たちは今、ここで生きているんだ。この広い世界を自分の力でどこまでも行く。ワクワクしないか？だろ？やっぱり君は俺と同じタイプの人種だ。ようこそ仮想世界へ。マスター、お帰りなさい。ここはマスターの部屋で、私はマスターのアファシスです。だからこの部屋に私がいるのは当然です。なんといっても私はアーフィファイアドバイザー、通称アファシステムタイプ X ですから。とにかく私はとても利口なサポート AI であり、完全無欠の金庫なのです。そういえばチュートリアルをまだしていませんでしたね。しっかりお勉強して、私をクレジットやアイテムの管理、部屋の掃除から友達の少ないマスターの話し相手まで、何でも頑張ります。何か聞きたいことはありますか？覚えなければいけないことはまだまだあります。出かける前には準備を万全にしましょう。外は弾丸飛び交う。あ、街の中は安全です。他者を攻撃できるのはフィールドか指定の場所のみです。まあどんな場所でも私がいれば安心です。敵が出てもズキューン、バキューン、ババババで
やっつけます。さあカスタマイズポイントを使ってマスターや私のステータスを成長させてください。ステータスは戦いだけではありません。強い武器や防具を装備するのにも必要です。まずは私の素晴らしいステータスを見てみるのです。おかしいのです。なぜこんなにヘナチョコなのですか。まさかプログラムエラー。マスター私では自己解決できません。今すぐ対策を。修理工場に連れて行ってください。異常事態です。スキルがほとんどありません。ミサイルを射出したりお金を増やしたり爆笑ジョークを披露するスキルがないの。あ、原因が分かりました。マスターがヘナチョコなせいです。私は正常、全く問題なし、オールグリーンです。マスターがヘナチョコなのはただの事実です。落ち込まないでください。アファシスはサポート AI なので使用者であるマスターより強くなれないのです。だからマスターが強くなれば私も強くなれます。頑張ってくださいマスター。では続いてマスターのステータスを見てみましょう。まずはじめに今日はどんな組み合わせにしますか。これでいいのですか。すべて完了です。それでは始めますね。任せてください。完了しても良いですね。了解なのです。それでは始めますね。
メールが来ました。メニューを開いてメールを選択してください。SBC グロッケンですか。町の中を歩くのは初めてです。興味があります。早く行きましょう、マスター。遅いじゃない、私を待たすなんていい度胸ね。ほらさっさと行くわよ。まずはこの辺りを回ってみましょうか。 GGO の設定は知ってる？この世界ではね、遥か昔に宇宙戦争があったの。多くの技術は失われ、都市は廃墟と化してしまった。ここ SBC グロッケンは大型宇宙戦艦を使って作られたんだって。いわゆるロストテクノロジーの塊ね。そんな設定だから武器や防具はお店でも買えるけど、強力なレア武器のほとんどはドロップ品やクエストの報酬よ。攻略情報は攻略サイトでまとめられているけど、最新のネタはやっぱり街で集めないとね。
今日は私がいるからいいけど、ちゃんと道を覚えてよ。グロッケンは迷路みたいな場所があるから。おい、あんたの連れているそれってアファシスだろ。よく借りたな。レンタル代結構高いだろ。私はタイプ X です。マスターからお金は取りません。うわ、俺タイプ X なんて初めて見たぜ。本当にいるんだ。すげえ、キャプチャーしてもいいっすか。タイプ X ってマジかよ。超高性能 AI って噂だけど、どうなんだ。その通りです。私はとても利口でレアなのです。マジすげえ。いいな。どうやって入手したんだ。確実な情報なら10万出すぞ。どうだ。ちょっといいですか。そのアファシスタイプ X ですよね。それがしレアアイテムのブローカーやってまして、タイプ X なら30メガクレジットを出すという方がいるんですよ。悪くない話だと思いますが、いかがです。30メガクレジット、日本円にすると30万円だよ。ダメです。私はマスターのものなのです。そうですよね、マスター。当然の結論です、マスター。残念です。もしその気になったら、それがしに声をかけてくださいね。ここはいっつもワイワイにぎやかなの。情報を集めるにはいいスポットよ。なんで GGO ってこんなに男臭いんだろう。これでも最初の頃と比べたら女性プレイヤーが随分増えたらしいけど。ここがショップターミナル。品揃えはまあまあ、初心者に必要なものは揃っているわ。ちょっと寄っていこうよ。私消耗品を買ってくるから、とりあえず自由に見て回ってて。購入に迷ったら私に相談してください。マスターに現実を見せてあげます。ステータスに合わない武器は使えないし、予算管理は大事です。君たち買い物？ NPC ショップでは大したもの買えないよ。俺レアアイテムをいくつか持っててさ、格安で譲るからどう？いい人ですね。ありがとうございます、おじさん。いやいや。で、所持金はどのくらい？やめときな。半端な知識じゃ騙されるぞ。失礼な。私の知識は完璧です、おじさん。その2。おじさん？しかもその2かよ。自身プレイヤー同士情報で勝負するのは全くありだ。だけどよ、せっかく銃好きが集まっている GGO なんだ。はあ、バザルト・ジョーさんに見つかったのが運の尽きか。諦めて撤退するよ、今回は。今回は？お前も食えねえやつだな。なんかあった？まさかプレイヤー間で売買してないよね。信頼できる相手以外とやると痛い目に遭うわよ。危うく騙されるところでした。そこの親切なおじさんその2に助けてもらったのです。おじさんその2？おいおい、まだおじさんかよ。俺様にはバザルト・ジョーって名前があるんだぜ。お前さんたちがあまりにものんきな雰囲気だったからよ。だっておかしいです。銃が好きな人に悪いやつはいない。はっ、おいいこと言うね。まったく同感だぜ。確かに銃好きに悪いやつはいねえ。あのプレイヤーもがめつい商売をしているだけで気はいたが、剣使いはダメだ。しかも女の子に取り囲まれている剣使いは最悪だな。あった、喋りすぎちまったぜ。男の世間話ほどダサいものはねえ。じゃあな。助
助けてもらってよかったね、レイちゃん。あのバザルト・ジョーって名前、ランキングで見たことがあるわ。GGO らしいガンマンさんでした。顔はおじさんだけど、いい人です。そうね、 GGO プレイヤーらしいというか、こだわりが強くてモテなさそうなタイプって感じね。その通りです。いや、久しぶりだね。と言っても再会を懐かしむほどの時間ではないけど。覚えていてくれたんだ、ありがとう。でもさん付けなんてしなくていいよ。多分年もあまり変わらないだろうし。ああ、僕がみんなをくんと呼ぶのは訳ありでさ。呼び捨てにすると勘違いしちゃう女の子が多くて。なんてね、冗談だよ、半分くらいは。それでさ、君に一つ聞きたいことがあるんだ。君はどうして NPC のアファシスを助けようとしたんだい？この前の大会の録画データが手に入ってさ、参加者の戦いの様子を見てみたんだよ。その中で君は切りかかるキリト君と戦おうとすらせず、アファシスをかばうことに専念しているように見えた。確かにアファシスはレアアイテムだけど、君が殺されたら手に入れられないだろう。それともあの時点でマスター登録が済んでいたのかい？あの大会の中で君のあの行動だけが理解できなかった。なんだろう、感覚的な話は好きじゃないけど引っかかっているんだ。もしよかったら理由を教えてくれないかな。へえ、彼も僕と同じところに興味を持ったのか。まあ彼は現場に居合わせたわけだしね。それで君は何て答えたんだい？君は理屈によらず動くことができるのか。失礼、まずは礼を言うべきだね。大した知り合いでもない僕の質問に虚偽や誇張を加えることなく答えてくれた。君はいい人だ。マスター、ここにいたんですね。クレハが探してますよ。おっと、用事の途中だったのか。じゃあ僕は失礼するよ。また会えるといいね。SBC グロッケンの主な施設はこんなところよ。変なおじさんもいたけど面白いとこでしょ。他にもいろんなショップや情報屋がいたりするけど、その辺は自分で探してみた方が楽しいと思うわ。一周するだけでも結構歩いたわね。これからどうしようか。どこかでお茶でもする？マスター、メールが来ました。キリトからです。いいじゃない、早速行ってみようよ。お邪魔します。キリトさん、いらっしゃいますか？こんにちはです。いらっしゃい。
道に迷わなかった？いや、ちょうどよかった。今みんな集まっているところでさ、この前の打ち上げではろくに紹介もできなかったから改めて挨拶させてもらうよ。はいはい、私から行きます。私はリズベット。 GGO では武器の改造を専門的に扱ってるの。武器を改造したり強化するなら声かけてね。もちろん手数料はいただきますけど。ほう、手数料か。ぼったくられないよう気をつけるんだな。やあね、商人さんと違って私は職人なの。値段はいつも適正価格よ。私はリーファー、仲良くしてね。特技は空を飛ぶ速さなら誰にも負けないんだけど。空を飛ぶ？あ、もしかして ALO？ そうそう、アルブヘイムオンラインっていうファンタジー系の VRMMO をやっていたの。そこではね、プレイヤーは妖精になって自由に空を飛べるんだ。もちろんこっちの銃の世界も楽しいけどね。リーファさんの気持ちわかります。今までは剣や魔法がメインだったからここは新鮮ですよね。あ、私はシリカと言います。この子はピナ、私の相棒です。ピナちゃんってもしかして新規実装されたペットじゃないの？かなりレアなのにもう手に入れたなんてやるわね。あ、ピナは私と一緒にコンバートしてきた子なんです。確かに珍しい子なんですけど GGO 生まれじゃないんですよ。でもいくらレアとは言ってもシリカみたいにペットと一緒に行動してる人なんてほとんど見かけないわね。ペットは戦闘に参加するわけじゃないし、GGO だと戦闘にコストをかけたいってプレイヤーの方が多くて。わかるぜ。リアルマネーが関わってくるとコストについてもシビアになるよな。俺もこの銃弾で昼飯代だなとかついつい計算しちまうし。そうなのよ、レアドロップを狙いに行くのもコストがかかるし。同じレアものだったらGGO のプレイヤーは武器を取るわね。あとペットって何よりも費用がすごくかさむらしくって、完全に高レベルプレイヤー向けやり込み要素らしいのよね。そういえばピナがいつもよりたくさんご飯を食べるような気が。ピナ、もしかしてもうお腹が空いちゃったの？あの、私ピナのご飯代のために頑張りますから、いっぱい誘ってくださいね。よろしくお願いします。そしてこちらがシノンよ。特技は狙撃かな。よろしく。シノノンの狙撃の腕前はトップクラスよ。3000メートル先の標的に当てちゃうんだから。3000メートル？ありえない。普通はせいぜい1000メートル先くらいだよね。はい、これはプレイヤースキルで補正しないと不可能に近い行為ですね。あ、かわいい。こんな小さいアバターあるんだ。150センチくらいの女性型アバターがあるとは聞いていたけど。こんにちは、ユイです。この前パパとママと戦った方たちですね。パパ？ああ、ユイは俺とアスナの子供なんだ。こら、あまりリアルのことを聞いちゃマナー違反だよ。正直、すごく気になるけど。一応言っておくけど、まだおじさんと呼ばれる年ではないよ、絶対に。ねえキリト君、この人たちになら話してもいいんじゃない？そうだな。実はユイは外部からログインさせた AI なんだ。ザスカ、運営会社には内緒にしておいてほしいんだけど。驚きました。ユイは人間ではないのですか？ああ、人間のように見えるけどアファシスと同じ AI なんだ。ステータスを見る限り
GGO のプレイヤーと全く同じみたいだけど。 GGO に連れて行くためにアカウントを取ったんだよ。ちゃんと月々の接続料も払ってる。よくわかりませんが、そんなこともあるんですね。知らないことばかりなので、いろいろと教えてください。はい、アファシスさん、これから仲良くしてください。ユイちゃんとは以前プレイしたゲームで出会ってね。それからずっと私とキリト君の大事な子なの。そうなんだ。 AI って聞いて驚いたけど、キリトさんたちの家族なんだね。よろしくね、ユイちゃん。はい、よろしくお願いします。で、まあ俺とアスナは結婚しているんだ。あくまでも前のゲーム、それもシステム上の話だけどね。 GGO にも結婚システムがあればいいのに。まあそういうタイプのゲームではないような。おい、そろそろ俺たちも紹介してくれよ。おっと、忘れてたよ。おい、キリト、初っ端から扱いひでえぞ。悪い悪い、こっちの大きいのがエギル。ナイストゥーミーチュー。この前は急に武器を売ってくれと言ってしまって悪かったな。 UFG についてザスカーから発表があったのは知っているか。今後俺も近いうちに手に入れてみせるから、レクチャーしてくれよ。最後に出てくるのが主役ってもんだよな。俺の名前はクライン。このメンバーの要、頼れるお兄さん、ムードメーカー。 GGO 女性プレイヤーの熱い視線を一身に集めるのがこの俺。ちなみに絶賛彼女募集中。クライン、あんたというやつはこの冷え切った空気どうしてくれんのよ。ほんとすごく寒いわ。ひでえ、シノンさんの氷の視線が身にしみるぜ。ここにいるのはこれで全員かな。他にも仲間は何人かいるけど、今度また紹介するよ。キリトさんのスコードロンの名前はなんていうの？スコードロンは作っていないんだ。狩りに行くときとか必要に応じてパーティーを組んではいるけど、みんな付き合いの長い連中だから、スコードロンのシステムはあまり必要ないかな。なあ、今までいくつかのゲームを一緒にプレイしていたんだけど、剣や魔法のファンタジー系ゲームばかりだったんだ。だからガンゲーの GGO に興味があってさ、みんなも来るって言うからまとめてコンバートしてきたんだよ。でもキリト君はここでも剣を使っているけどね。銃だって使っているさ、サブウェポンだけど。はいはい、それよりまだ本題を言ってないよ、キリト君。まあそうだった、君は GGO に来て日も浅いだろ。よかった。この前のパーティーはとっても楽しかったから、みんなあなたたちと仲良くなりたいなって思っているの。だから気軽に話しかけてくれると嬉しいな。よかったじゃない。 GGO は独自のシステムが多いから、いろいろ教えてもらいなよ。仲間は街にもいるから、見かけたら話しかけてみるといい。面白いネタが聞けるかもしれないぜ。俺は SBC グロッケンを案内するよ。ここは迷路みたいに複雑な場所もあるからな。裏道から変なショップまで全部教えるぜ。あ、ごめんね、私がもう案内しちゃった。変なショップは知らないけど。え、そうなのか。参ったな、俺はあんまりクラフト系のスキルは持ってないし。あ、カジノにでも遊びに行くか。この間あるゲームで大儲けしてさ。キリトくん、変な遊びを教えちゃいけません。あ、わかったよ。それなら総督府には行ったかな。場所の案内だけしたけど。じゃあ総督府の端末、
ターミナルの使い方はまだだよな。よし、決まりだ。俺についてきてくれ。この総督府ではクエストの受注ができるクエストオーダーターミナルやフィールドに移動できる転送ゲートが設置されている。今まで受付はターミナル相手で弾けなかったんだけど、大型アップデート以降はアバシスが配置されるようになったんだ。会話できるアバシスが入ったおかげで使用の確認はしやすくなったよ。じゃあまずはあそこにある受付では共闘クエストを受けることができるんだ。パーティーを組んで強敵と戦うクエストなんかがあるな。そんなに緊張するなって。俺でよければ一緒に行くから。よかったらあっちのターミナルではクエストの受注もできるし、武器や弾薬を購入することもできるな。俺は貢献使いだからあまり困ったことはないけど、弾切れには気をつけろよ。あのアファシスに話しかけると自分の賞金ランキングを教えてくれる。探索フィールドに出てバトルをすると成果に応じて賞金がもらえるんだ。賞金は SBC グロッケンに戻るときに生産されるからな。賞金ランキングを上げるといろいろと得点があるらしいな。モンスターを倒したりアイテムを取得したら積極的に話しかけてみろよ。積極的にって言っても普通に話しかければいいからな。クラインみたいに口説きにかかる必要はない。俺の仲間も同じことを言ってたよ。でもクラインのことだ。もしかしたら何か起こるかもしれないぜ。総督府の基本的な機能はこんなところかな。クエストはどんどんやっていって損はないよ。もうちょうどシノンたちが来ているな。シノンたちにも声をかけてみてくれないか。いろいろ質問をしてくれれば喜ぶと思うよ。みんな君のために準備していたんだ。わかった。説明するわ。キリト！はーい、キリトだ。会えて嬉しいよ。ほっぺスリスリ。おい、ストレア、離れろって。いいじゃない、キリト大好き。
ストレア、他に人がいるんだし落ち着いて。もう見ているこっちが顔赤くなっちゃうよ。仲良しなのはいいことだよ。でもアスナに見られたらまずいんじゃないかな。勘弁してくれよユギ。キリト君はどうしたの？私たちは狩りの帰りなんだけど。なあ、前に話しただろ、この人がアファシスを手に入れたプレイヤーさ。あ、キリトの目の前でお宝をゲットした人ね。はじめまして、私はフィリア、トレジャーハンターをやっているわ。アファシスのタイプ X も狙っているんだけど難易度高くって。ふふん、私はとってもレアですから。こんにちは、私はストレア。キリトの友達なら大歓迎、仲良くしようね。君とはこの前のアスナのパーティーで会ったよね。改めてよろしく。僕はユキ。ねえ、君って変わった銃を持ってるね。どんな能力があるのかな。一度試しに手合わせしてみようよ。ユキちゃんったら、狩りに行ったばかりじゃない。あ、私の名前はレイン。ちょっとリアルの用事が忙しくてログイン率は低めなんだけど、見かけたら声かけて。キリト君やアスナちゃんから新しい友達ができたって話を聞いていてね。あなたたちに会えるのを楽しみにしていたんだ。うんうん、そうなの。だから困ったこととかあったら何でも聞いて。お姉さんが優しく教えてあげる。ユウキたちも君のパーティーに参加したがっているし、いろいろ得意なことを教えてくれると思う。きっとこれからの戦闘や探索に役に立つから、気軽に話しかけてみてくれ。お姉さんの連絡先を教えてください。申し訳ございません、ご要望にはお答えできません。そこをなんとか。お茶でもいかがですか。いらっしゃいませ、ご用件をどうぞ。きー、釣れないぜ。だがそこがいい。お願いします、連絡先を教えてください。申し訳ございません、ご要望にはお答えできません。クラインは一体何をしているのでしょう。ねえ、ここは見なかったふりをして帰った方がいいかも。な、お姉さんたち来てたのか。ああ。話しかけるタイミングが難しかったのです、すごく。クラインは何をしているのですか。まあ、お子様のおめえたちにはわからないだろうな。なんていうかよ、大人なコミュニケーションってやつさ。 NPC を口説くのが大人なの？そんなのできるわけないじゃない、バッカみたい。何言ってんだおめえ、1000回やったらイベント起きるかもしれねえじゃねえか。1000回。だろ？分かってるな。そんなおめえさんにはスペシャル情報を教えてやろう。俺が教えるのはアファシスについてだ。アファシスの正式名称はアファシステム。アファはアーティフィシャルファイナンシャルアドバイザーの頭文字から取ってるって話だ。直訳すると人工的な財務顧問ってやつだな。プレイヤーの財産やアイテム管理を補助する AI って設定らしいぜ。まあ全部受け売りだけど。受付のお姉さんに500回聞いたから完璧に覚えたぜ。もう500回も挑戦してたんだ。
そんでアファシスにはタイプっていうのがあってよ、お前さんのアファシス実はかなりのレアなんだよな。ふふん、私はタイプ X ですから、とてもレアで利口なのです。まあ一般にはそういう噂だぜ。でタイプ A はレンタルが可能なタイプだ。アファシスが必須のクエストも出るって話だから、そのフォローだろうな。そんで最後がタイプ B だ。機能限定型で各施設の受付とかをやってる、このお姉さんみたいにな。機能限定型だから当然連絡先なんか教えてくれないわね。いや俺は信じてるぜ、1000回目の奇跡よ。ん？なんでこんなにやる気出してるんだって？いえ、アファシスってクールビューティーな美人が多くってよ。ついな。でもおめえさんのアファシスはどっちかっていうと面白系だよな。なんつうかアファシスっていうよりアホシス？失礼な、私だってクールビューティーですよ。キリト、ああプレミアじゃないか。新しい仲間を紹介するよ。こんにちは、私の名前はクレハ、よろしくね。はじめまして、私はプレミアと申します。キリト、仲間とは親友や本妻、愛人より上ですか下ですか？待て待てプレミア、頼むからそんな目で見ないでくれ。この子はな、 AI なんだよ。ユイと同じというか、前にやっていたゲームの NPC なんだ。 NPC？ そんなの他のゲームにどうやって連れてきたの？キリトさん、まさか。法律違反もマナー違反も何もしてないぞ。そのゲームオリジンの開発者に知り合いがいてさ、ユイをプレイヤーとして GCO に連れていく話をしたら、自分もプレミアを送るって言い出したんだ。そうです、キリトと一緒にいたいという願いを叶えてもらいました。その辺は全てノーコメントだ。頼むから真顔で聞かないでくれよ。まああえて深くは聞かないといてあげるけど、要はプレミアちゃんはキリトさんが大好きなわけね。その表現については大筋で間違いはありません。というわけでプレミアも普通のプレイヤーとして自由に行動したり戦闘もできるんだ。そういえばプレミア、今日は何をしていたんだい？お散歩をしていました。オリジンとは違った雰囲気で面白いです。もっと外にも出てみたいです。パーティーを組む際は呼んでください。はい、私もぜひ仲間の一員にしてください。その通りです。
りです。その通りです。そこの君、何かお探しかい？クエスト、アイテム、スキル、ダンジョン攻略。お困りのことがあったらお姉さんに相談してみないか？もちろん情報は有料だけどね。特別に初回限定サービス、今回は無料で教えてあげるよ。オイラはアルゴ、情報屋さ。それ以上の情報は有料だな。例えばこの三本ひげの由来は1000万クレジットいただくよ。つまり売る気はあまりないってことさ。でも君の名前は知っているよ。驚いたかい？君のことはキーボーから聞いているのさ。あいつとは昔からの付き合いでね。その前にブロッケン中の噂になっていたからチェックしていたけどな。いいお得意さんになってくれそうだからご挨拶に来たというわけだ。初心者なのにアファシスタイプ X と実装前の武器を手に入れたんだってな。おかげで君の情報が結構いい値で売れたんだな。何心配するな。名前とか基本的な情報程度だよ。こう見えてもお姉さんは裏が取れない情報は売らない主義でね。安心しな、変なことは言ってないよ。じゃあこれからよろしくな。オイラは大抵この辺にいるから。あれ？君たち今日は買い出しかな？
いつきさん。いや、クレハ君、この前の大会の録画データを見たよ。エネミーとの戦いの時も思ったけど、いい動き。ありがとうございます。いつきさんに褒められるなんて嬉しいです。調子はどう？また君に会いたいと思ってたんだ。お目当てはアファシスですか？こんにちは。どうも。でも僕の目当ては君のマスターなんだ。イツキはお目が高いですね。マスターはとてもいい人で将来有望なのです。まだまだヘナチョコですけど、私が GGO1 のガンマンに育てますから、ご安心ください。このアファシスにはユニークなアルゴリズムが設定されているようだね。それともマスターがユニークだからその影響を受けているのかな。で、話なんだけど、いつきさん、そろそろ集合場所に行かないと間に合いませんよ。そうだった。あ、パイソン君、それキャンセルできない？エネミー相手の狩りなんて退屈なだけだしさ。前からの約束じゃないですか。スコードロンのみんなで楽しみにしていたんですよ。わかったわかった、ついてないな。まあもともと運は悪い方なんだけど。今度はゆっくり話そう。じゃ。あんた、いつの間に月さんと仲良くなったの？友達ができるのはいいことだけど、私に教えてくれてもいいじゃない。私が先輩なんだから、何かあったら一番に話してよね。君に相談があるんだけど。 SBC フリューゲルが解放されたら俺たちと一緒に攻略しないか？そうね。リリースの情報によればフリューゲル付近は高難易度フィールドになるらしいし、初心者には難しいと思うわ。まずはレベル上げしないと。あと確かSBC フリューゲルのクエストってアファシスが必須になるって話でしたよね。アファシスが行けば役に立つかもしれないけど。でも攻略に必要なアファシスならレンタルできるようになったし、残念だけどレベルが上がるまでキリトさんたちを待たせるのは悪いから。クレハさんだって十分強いじゃない。一番乗りを狙わなくていいの？それもしたいけど、私は付き合い長いから。 GGO に呼んだのも私だしね。しばらくは特別にあんたのお守りをしてあげるから、ガンガン経験値と資金を稼ぐわよ。いいコンビなのね。そういうんじゃないわよ。誘ったからには私が面倒を見てあげないとダメだから。二人の邪魔をしたいわけではないけど、一緒に攻略したいというのはキリトだけじゃない、みんなの意見なの。ぶっちゃけ
俺たちそんなにレベルは高くないんだ。まさかあんなにランキングに載っているのに。対人戦はプレイヤースキルで賄えるところもあるしね。あまり効率を重視しないで楽しんでいたから。多分クレハとあまり変わらないんじゃない。だから SBC フリューゲルが解放される前に俺たちもレベル上げしたいんだ。ちなみに下心もなくはない。タイプ X の方が有利な仕掛けがあるかもしれない。隠しイベントとかあるかもしれないしね。それにせっかくお友達になれたんですから。バラボ、こういう大きなイベントはさ、みんなでやった方が絶対に楽しいって。よし、これで決まりね。まずはレベル上げしに行こうよ。武器やアイテムの準備も忘れないでね。メンテナンスは私に任せて。アファシスもシンフィールドもわからないことだらけか。情報なんかワクワクしてきたね。 SBC フリューゲルを目指して頑張ろう。ファイト。